で不動産が、そうやって2極化していって3極化していって上がっていくとか上がっていくと。で、まあ、何？今度、なかなか手が出しづらい、利回り的にな、投資家さんが、日本の投資家は利回り的に手出しにくくなったら、自分ら融資出す金融機関ってどうすんの、これ。そこそこ金利取ってやろう思ったら、なかなか難しいなってくるな、難局し面い的ですに。ね。今でもね、もうだいぶ難しいですもんね。まだ大阪はまだそんなぐっちゃぐちゃなことになってへんから、出しやすかった頃に比べたらもう今十分出しにくい 感じてるはいるんですけど。だから不動産投資って大リスクがないやん、実際問題。その土地よっぽど間違わへんな、突拍子もないとこ買わんかったら、あとはまあ建物はな、まあまあ、ね、なんていうか、しっかり考えて値踏みしてやってたら、そんな大怪我せえへんねんけど、結局あれやろ、自分らも失ってきたかぼちゃのあの辺とか、なんか変なことするからやろ、やっぱり。大川吾郎事件とか、まあ、駿河さんとかね、駿河とかな。いろいろありましたね。あれで業界潰してるようなもんやな、自分らから金融まあまあ、機関からしたら。そうですね。なあ、で、これからじゃあ不動産投資始めようかっていう新たな人って、怖ーってできへんよな、ああいうのを見ると。で、悪徳不動産屋がおるわけやろ、そこにやっぱり。素人さんじゅが普通だと手出しにくいよな、ああいうのが出てくると。結構慎重な人も増えたイメージありますもんね、やっぱり。そうやろうはい。な。かというて、不動産投資って実際問題、その、なんていう、我々みたいな投資家、要は不動産賃貸業をやる我々みたいな、まあ、個人法人含めてな、と、で、金融機関さんや、で、そこに不動産業者や、仲介業者や、で、この3つがまともにこう、まともっていうな、それがきちっとこう、あっていかんかったら、動けんや、先に。そうですね、もう本当その通りでおっしゃる通りで。なあ、で、さっきおっしゃったような、業者さんの情報戦やから、これ、ほぼほぼ。そうですね。ああ、自分で探せって言ったって、なかなか物件、そんなええ物件、情報こんので、情報戦なんでな、業者さんが。ほんで、みんな慎重って言ったら、今度し、新しく始める人って慎重になりすぎて、今度は、なんていうかな、情報来ても、買うスピードがそうで全す然遅ね。そうですね。い。そう、意思決定が遅そいれはいけから。そうやのにっていうのを買わんかったりしますね。意思決定遅いから、なかなか買えん。で、業者からしても、仲介業者からしても、まあ、さっさと買ってくれる人の方行くわな、そうです情ね。報バンバカバンバカはそっい。ち。なあ。いや、これでもなあ、おい、ええのにな、不動産投資って。結局もう資産は残るし まあ、事業として考える人じゃないと、なんじゃ投資でして、あんまり投資っぽく考えたらちょっと逆にあれかもわからんな。本当の事業っていうかな、地道にな。そうですね。だから資産膨らますっていう考え方でいくと、ええのはええねんけどな、不動産が。ああ、でも、どうなんやろ。どう思う？これ先、この先。この先ですか。まあ、例えば大阪の、まあまあ、その突拍子もない田舎のエリアじゃなくて、大阪の、まあ、平均的な感じっていうイメージでいくと、下がるっていうイメージないよな、なんか。まあ、でもちょっと個人的にはまあ10年あれば下がってくるんちゃうかなとは、ある、やっぱり。個人的にはなんですけど、土地値が。そうですね。まあやっぱりね、もうバブルもそうです、下がらん言われろって、最初はもうどっかで馬場つかんだ人たちが手放さなあかん時期が個人的には来るんちゃうかなって。だよな。ただ人口が減っていくっていうのは間違いないけど、ただ外国人増えるんでね、これ場所によっては。だから日本全体で見ると人口は日本減るんよ、全体で見るとな。ただその場所エリアによってはやっぱ外国人集まってくるから、で、日本の中でもそのあんまりにもローカル的なエリアってやっぱり商売なくなっていくやんか、どっちにしても。ますます二極化三極化していくわな、これ。そうですね。それはもう本当間違いないと思いますね。なあ、それだけは間違いないとして、全体的今バブルこれ不動産。バブルとまでは言わないですけど。いや、でも東京のな、タワマンと か、例えば大阪でも一等地のタワマンとか、あれはバブってると思う、完全にもう異常やもんな、あれはちょっと別として。